アクタが導入されると動画を見てるだけで逮捕されるんじゃないか動画をアップロードするだけで逮捕されるんじゃないか最近ネット関係でアクタ ACTA 悪い意味で話題になってますアクタが導入されると動画を見てるだけで逮捕されるんじゃないか動画をアップロードするだけで逮捕されるんじゃないかでもよく考えずに何か怖いって思われてる方が多いと私は感じますねアクタ何なのか アクタの略は A はアンチ C はカウンターフェイティング次の T がトレーディング A がアグリーメント日本語だと偽造品の取引に関する協定ですね大雑把に言うと偽物を取り締まる協定です偽ブランドのバッグ偽物商品そういうものを取り締まるものですで偽ブランドの商品昔からこのブランドの主が訴えなくてもこの警察とかが取り締まることができました これは昔からあったんですけど最近ですと動画とか音楽とか著作物に関するものそういうものに導入が開始されるそういう動きがあります今までは申告罪って言って例えば私が無許可でこの CD の音源を動画に入れた場合 CD の持ち主が私を訴えないといけなかったですでもこれからは著作権違反してれば警察が直接逮捕することができるそうなります正直私も 今の環境ですと、アクタなんか導入されたら怖いと思いますけど、ちょっとした意識の違いで、問題は防げるのかなと思いますね。もちろん私たち、使う側も重要ですけど、一次作品、オリジナルコンテンツを作る人が、この整備してもらいたいですね。いろいろアニメとか映画とか、一次作品を作った人、それは絶対コピーはしてはいけないです。そういう風に言ってますね。その二次作品ママッッッドととかかシュアップとか いろいろありますけどそういうものを作っている人は無許可で流用してますね非常に気持ち悪い状態ですそ,その状態でアップロードしたりそれをダウンロードするそうすると不正利用ということで捕まってしまうこういう問題がありますね二次利用しなければいいんじゃないか確かにそうですけど日本のアニメ文化というのは二次利用二次作品それが盛り上がってますね下手にそこを取り締まってしまうと一次作品を作っている人たちも 悪いいい影響を受けるんじゃないかなかと思いますね。それはアクタに関してやってもらいたいことをまずは一次作品作ってる人二次利用する方法を明確に定義してもらいたいですねマッシュアップを作る場合ここまでは OK 商用利用しなければ OK そういうものを明確に文章化して許可を出すその許可取れてれば堂々と二次作品を作る人は作品を作って YouTube にアップロードしたり コミッックマーケットととかでで売ることができるこがき多少一次作品作ってる人にお金が入るから収入にもなるゲームの実況動画もここに許可を出せば承認がもらえるそういう窓口をゲーム会社が作ってもらいたいですねしっかりと権利を借りてますそういう記録が残ってればアクター怖くないんですよただ今アマチュアが利用したい場合に窓口がないんですよあとあったとしても アマチュアが使うにせばちょっと値段が高すぎるジャスラックの音楽今アマチュアでも申請すれば通りますけど非常に高いんですよね利用料が商用利用としてはそのくらい払ってもいいと思いますけど自分で趣味で作るそれでアップロードしてちょっとの人に見てもらうそれにてば高すぎるそういう感じがしますあのゲームメーカーで日本ファルコムってありますけどそこは音楽の利用を認めてますねしっかりと明文化されてますね そういう感じで、あそこまで極端じゃなくてもいいですけど、有名なコンテンツクリエイター、ゲームソフトメーカー、出版社、ユーザーに対する二次流用の、その明確な権利の取得方法、その窓口を作れば、アクター、恐れる必要がないですね。あともちろんユーザーの方も、人の著作物は利用しない。そういう意識づけは必要ですね。この二つで、アクター、 導入されても問題ないのかなと思いますねそもそも著作権というものは他人のものを使っちゃいけないんですよそれが前提条件だとするとアクター全く問題ないですけど著作権は人のものというそういう意識とどのように他人の著作物をその流用する権利をもらうかその窓口がしっかりすることによってアクターの恐れてる世界それはなくなるんじゃないか私はそう思いますね何かアクター恐ろしいものが来る なんか怖い、そういうイメージがありますけど冷静に何者かそれを見るとあまり怖くないんじゃないかなと思いますね。